皆さんこんにちは。優香先生です。さつこ先生です。今日は保育士のカバンの中身を紹介します。まずは私、優香先生から紹介します。私はリュックで通勤をしていました。マンハッタンのリュックです。なんでリュックかっていうと、私は自転車通勤だったので、やっぱり両手が空く方が良かったので、リュックにしてます。カバンの中身紹介していきます。まずはこのお財布です。これはプラダのお財布です。次に水筒です。これは保育中でも飲めるように、いつでもさっと飲めるように水筒は持ち歩いてます。これはスタバのタンブラーです。普段はお水か麦茶を入れてます。次にこのヒソップの巾着の中身なんですけど、これには鏡、これはお友達からいただいた鏡でパッて見れるようにちっちゃいものを入れてます。あとはイヤホン、これは通勤の時に自転車でも電車でもいつでも聴けるように入れてます。あとはこういう飴少しお腹が空いたりとかいっぱい声を出すので保育士ってなので飴でなんとか喉を維持できるように飴は持ち歩いてます。あとはちょっとした化粧道具、マスカラとかアイシャドウとかリップを持ち歩いてます。あとは家の鍵ですねこれはもうすぐなくしちゃうので私はこういうポーチの中に入れてます。あとは貴重な大事なメモ帳、これは会議の時に後ろがカレンダーとこうメモができるようなスペースになったので、これが一番使いやすいのでずっと使ってます。あとは書類をいっぱい入れるファイル、クラスダイアリーとか子どもたちとすぐ遊べるものを出せるようにこういう丸シールとかいろんなものを別のファイルに入れて持ち歩いてます。あとは私はピアノがとっても苦手なので手遊びをすごく準備をするのにあたってこういう雑誌を持って参考にしながらやっています。最後にこれは着替えです。ズボンとか靴下とかあとエプロンとかちょっと心配性なので多めに子どもたちも汚れてもすぐ着替えられるように持ち歩いてます。以上がカバンの中身でした。次は私、田津子先生のカバンの中身を紹介したいと思います。私も、リュックで、リュックの理由が自転車通勤で朝はこれをカゴに乗せていって帰りはスーパーで買い物をしてくるのでこれを背負って買ったものをカゴに入れてっていうのと、あと私の勤めてる園が更衣室が、ちょっと別の階にあって全部荷物を自分のクラスに持っていくので背負って書類とかを手に持つ方が楽っていうのでリュックにしてます。私のリュックはケルティのリュックです。まず、何かあった時の替えのエプロンと、給食の時に使う三角巾が入れてるのと、クラスで飲むタンブラーですねとマグカップも使ったりとかするんですけど、やっぱり夏とか冬乾燥してる時とか飲む量が多い時はタンブラー持ってます。このタンブラーは、優香先生にプレゼントしてもらったものです。替えのマスクです。子供に3歳のを持ってた時にイヤイヤがすごくてマスク引っ張られて破れたこととかもあったので替えのマスクを持ってます。であと嘔吐とか、鼻水がついたりだったりとかそういう時のために、着替え一式とあと靴下は結構多めに持ってます。お漏らしした時におしっこ踏んじゃったりとかもあるので持ってます。中が分かれてるファイルを持っていて、でここに、会議録だったりとか提出書類とかを入れています。でさっきのファイルとは別に1個クリアファイルを持っていて、それは、子どもたちからもらったものをすぐ入れられるようにしてます。遠足に行った次の日に昨日美味しかったねっていうのでお弁当箱を書いてくれて、2歳から3歳持ち上がりのクラスの時だったんですけど字が書けるようになってちょっと私の名前を書いてプレゼントしてくれたっていうのと、あとこっちはお家から持ってきてもらったものなんですけど、その子が今好きなシールもう多分その子にとってはものすごく価値があるものだと思うんですけど、それをいっぱい貼って大好きだからあげるっていうのでもらったものが思い出です。で、あと手帳で、これはもう私は会議メインで使ってるもので、月のスケジュールとかは一緒に組んでる先生と共有のものが1枚あるので、私はスケジュールのを使ってなくて、あと私のこだわりとしては会議結構長くてメモ取る時間長かったりするので、ここがソフトになってて書いてても手が痛くないようなものを選んでます。で、あとエコバッグは、保育園から持ち帰るものが多かった時とか、お買い物行った時に使ってます。で、あと子どもたちとトイレに行った後だったりお散歩から帰ってきた後とか鼻をかんだ後とかもう常に手を洗うので荒れないようにハンドクリームは、必須で持ってて、普段は、リュックのポケットとかエプロンのポケットをすぐ出るところに入れてます。で、あとお財布は、フルなので1年目の初めてのボーナスとかで買いました。で、あと私はペンケースは使ってなくてさっと出るようにボールペンを、リュックのポケットに入れてます。で、あと黒いポーチでなんか特別こだわりもなく入れやすそうなものを探して、で、中に、私ちょっと頭痛持ちなので薬、充電のモバイルバッテリー、リップと化粧品、私は仕事では持ち歩かないんですけど、ちょっと眉毛だけ夏汗かいたりだったりとか水遊びした後とかにもし消えてたら書き足してます。で、私普段コンタクト入れてるんですけど、保育園は子供と関わるっていうところで何があるかわからないので、一応ワンデーの替えのコンタクトも2つ入れてます。以上が、私田津子先生のカバンの中身でした。はい、ということで今日は保育士のカバンの中身を紹介しました。やってみてどうだった？保育士時代の時って荷物がすごく多かったんだなって自分で改めて思ったかな。逆にどうだった？私は、結構同じ保育士でもその人のキャラとかカラーが出るなっていうのは思った。ということで今回の動画が良かったと思ったらチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。